今回は、フリードプラスですが、前回は、ガソリンスタンドで空気圧をチェックしましたが、今回は、車載工具にあるもので、空気圧をチェックしていきたいと思います。車載工具の中に、この部分ですね。でこの中にパンクの修理キットが入ってまして、タイヤのパンク時に使うものだと思っていたんですが、まあ、空気圧のチェックで使うコンプレッサーも入っているんで、これを使ってタイヤの空気圧をチェックしていきたいと思います。ここ開けると、んでこれが、パンクの修理材ですが、この上は、コンプレッサーが入っています。これは空気を詰める道具が一式入っています。タイヤの空気充填用コンプレッサーが入ってまして、あと、トリセツが、このような形で入っています。あとこの裏に、これはタイヤの空気を減圧するツールが入っています。これはタイヤのパンク時に使うマニュアルとなっています。でセット内容としては、先ほど見た応急修理剤とコンプレッサー、まあ制限速度シール的なものが、こんな感じで入ってて、パンク応急修理中なんで最高速度が80キロですよっていう、まあシールが入ってます。あと減空気圧ツールが入っています。で、このコンプレッサーですが、まあ、裏面には先ほどの減圧ツールが、ついてて、あとこのこれらを、取っていきます。でこれがシュガーライターソケットの、コンセントになるんで、これを、つけます。運転席のここにシュガーライターソケットがあるんで、これを、挿します。電源は、必要なんで、エンジンは、オンにします。で空気圧は運転席の、ここにも書いてありまして、前輪が240で、後輪が、230となっています。で電源は取りっぱなしで、まあ、このようにドアは、一旦閉めます。でこのように配線してあって、とりあえず、前輪の方から、空気圧チェックしていきます。でこちら裏面のとりあえずこの減圧ツールの方をちょっと、試してみます。まあ、これは使い方は簡単で、これをこのように押し込みます。そうするとこのように空気を抜くことができます。結構空気、抜けました。この、ノズルを、ここにつけます。はい、これでつきまして、つけると、このように、現在の空気圧が見れます。今減圧したので空気圧は210まで、下がっていますんで、空気を詰めていきます。では、スイッチオン。空気圧が入りまして、230ぐらいまで入りました。もうちょっと詰めます。はい、これで、ちょうど240まで入りました。
はい、これで、前の空気圧はチェックが、完了しました。続いて後ろですが、このまま配線したまま、後ろに持っていきます。そうすると、まあ、ギリギリ、足ります。で、こちらも空気圧チェックしていきます。後輪は230ですが、ちょっとだけ足りないんで、空気を詰めます。はい、これで230になりました。今回は、この車載工具の中で、この、標準装備の、コンプレッサーを使って、タイヤの、空気圧をチェックしてみました。今回は、以上になります。ご視聴ありがとうございました。